お母様。おやめください。外まで声が響いていますよ。マサキ、ごめん。母様を許してやってくれ。寂しくて君に辛く当たってる。片桐、マサキは、彼女は、母様が、エヒト・クインシーとしての石田家を守るために、ただそれだけのために、自分を石田家に迎え入れようとしていることを知っている。話さなければ気づかないと思うか彼女はそれほどバカじゃない。 その彼女が、果たして僕との結婚を喜ぶだろうか。バカなこと僕の何が優しいものか。僕がマセキを喜ばせたいのは、喜びがなければ、未来に目を向けることなどできないからだ。僕らのじゃない、クインシーの未来に。何度言えばわかるんだ。僕らクインシーが出るのは、死神が死んだ後でいい。そして、その際の出撃も、 カタギリたちゲミストに任せるのがしきたりだ。立場を考えろ。君はもっと自分を大切にしなくちゃいけない。僕たちエヒトクインシーは、やすやすと血を流すべきではないんだ。行くぞ、カタギリ。マサキは無事だ。問題は何もなかった。いいな。